少林寺流空手道連心館は、鹿児島県に総本山を置く、空手道の流派及び、空手団体。空手道の流派の分類としては、伝統派空手に分類される。略称としては、少林寺流や、連心館とも呼称される。流名は1955年に、島袋全良、中里常延、保有の3名が合意のもと、空手道の源流は、 中国少林寺であるとのことから、紀安と理の同等を、少林寺流と命名した。島袋全良は、当初、少林寺流であったが、その後、中部少林流、商務官となり、中里常のは、少林寺流、弓道官と、同情名を名乗り、本項目の、連心官は1955年11月8日に、鹿児島県鹿児島市高来町に、 初代宗家保有が、少林寺流空手研究会連新館として、設立したものである。海外においては貧困国にも、第二代宗家保有和が訪れて、空手の指導を行うとともに、学校建設等の社会貢献活動を行っていた。初代宗家保有十段藩士が、現役の時代は全日本空手道同連盟から、脱退後は、他流派との交わりを禁止しており、 現在も一流一派を継承している。2000年5月31日に初代宗家保有が死去して、第二代宗家を保有王が襲名したが、2016年11月29日に保有王の死去に伴い、第三代宗家は保有像が襲名した。総本山は鹿児島県日置市住院町下谷口にある。支部は国内外に、 約1000支部所在する。海外では、中華民国に6支部、アメリカ合衆国に30支部、フィリピンに3支部、インドネシアに15支部、プエルトリコに10支部、トミニカ共和国に150支部、フィンランドに8支部ありその他に、イギリス、スウェーデン、ロシア連邦、メキシコ、ブラジル、パナマなどに所在している1。発行する一問の機関紙は、拳と文字法である。 第二大宗家保岩尾が、書道、絵画、写真など芸術方面にも、広い親しみを見せることもあり、流派創立50周年を数える2010年から2016年まで、牧書による実筆にて、流派のテーマとなる漢字一文字を発表した。連心館では、他の空手道で故障されている、形ではなく、型と故障しており、少林寺流星流七宝と呼ばれる以下の七つの、 型を修行する。2004年の鹿児島市少年空手道大会の様子。審判員は袴姿である遠心艦で使用される指定防具。防具付き空手の中では最も古いタイプである。左より面、銅、小手。試合は型による試合と、組手による試合がある。高校生以上で少年初段を除く有段者以外の者は規則により。 組手の試合に出場することができない。保有は、旧来の沖縄の型市場主義を打破し、試合化を促進したが、一方で、組手変調を今しめ、おさむせい、型の重要性を解いてやまなかった。試合においては審判員は、一般的な空手団体と異なり、日本発祥の武道という立場から、様相ではなく袴姿で行われる。なお審判団は、 副審4名、主審1名で判定が行われ、副審の判定が2対2で割れた場合、主審判定により、勝敗が決まる。連審官は、一貫して、防具着用の組手を実施している。これは、人命尊重の見地からであり、保有の自他を傷つけて、何の武道ぞの基本理念による。空手防具はかつて既製品を自由に使っていたが、 全日本カラテ道連盟連部会などで広く、使われていたカラテクターや、自衛隊の都市格闘術、警察の逮捕術で使われている防具を改良して、連進官独自の指定防具を採用しており、見た目は、剣道の防具によく似ている。連進官は、青少年の健全育成の立場から、成長期の組手は有害であるとし、中学生までは型や、 約束組手の稽古のみを行い、大会でも型試合のみを行う。高校生になって初めて組手の試合が許可されるが、型の名手は、組手の名手と言われるように、型での上位者は、組手でも優秀な成績を上げる選手が多い。組手スタイルは、伝統派に近いが、初代宗家の保有が編み出した後ろ回し蹴り連続回し蹴り、二段回転蹴り、逆風速投蹴り。 速投区の字飛び、螺旋手型な打ち、反飛び速投蹴りなどは、多流派に比べると、連心艦独特の組手技術であり、変則的な構えから突き、蹴り、打ちの双方に、遠心力を利用した回転技、飛び技が多用されることが特徴である。連心艦は昇級、昇段試験で昇級、昇段を許可されると、以下のように式体及び、9。 段位及び称号が変わる。基本的に一色で二球ずつとなっており、初段以上はすべて黒帯となっている。ありがとうございます。